世界規模で熾烈な戦いが繰り広げられた全地球大戦から50年、人類は荒廃しつつある大地の上でようやく争いをやめ、静かな安寧の時を得ていた。だが陸や海に残った戦争の傷跡は深く、数キロ先の視界も見通せない正午、対戦時に使われた兵器の影響によって今も続く電波障害などで、人類のかつての栄華を忍ばせる文明は闇の中へ去りつつある。領土、資源、そして富を狙う侵略や征服は対戦後も幾度となく繰り返され、悲劇はさらなる悲劇によって塗り替えられてきた。アルテミシア、かろうじてまだ美しい山や森、川や谷を守っていたこの小国も、そうした戦火から逃れきることはできず、たびたびの防衛戦争を経て辛くも生き延びることに成功してきた。アルテミシアが最後に経験した戦い、ゼルツァー戦役は、侵略者から国を守った戦いとして人々に記憶されている。だが束の間の平和にまどろむアルテミシアの政府や国民の中には、その戦いが残した真の暗い影に気づく者はまだ誰もいなかった。しかしアルテミシア国王機撃墜、外遊から帰国の途にあった国王専用機が所属不明の機体の突然の襲来によって撃墜されたという知らせは、アルテミシアの国中を叫びと涙であふれさせた。ゼルツァー戦役を奇跡の逆転勝利へと導いた英雄ルジャ・リンドバーグ大佐が乗った随伴機も行方が分からず、今なお生存不明との情報にアルテミシア国民は悲嘆に暮れた。そんな中、唯一生還した護衛機に残された映像により、奇襲攻撃による暗殺の首謀者が割り出された。それは鎖国政策を敷く謎多き国ジパング。アルテミシアの全ての国民が怒りでその胸を満たしていたその頃、ジパングの中枢では果てしない回数の御前会議が重ねられていた。つくも急ぐ、武勇と義に厚い軍人であり、屈指の家柄を誇る大名として、ジパング国内で彼を知らない者はいない。海を隔てた国であるアルテミシア国王の暗殺、その情報にジパング軍司令部は耳を疑った。無関係な他国の王を奇襲で暗殺するなど、名誉と誇りを重んじるジパングにおいてはありえないこと。国王機撃墜事件のその日、ジパング領空を出た軍用機はなく、これは罠であると、ツクモは生還を提案する。だがジパング国内でツクモ家に匹敵する格式高い家柄、タタラ家の当主忠興は、暗殺容疑はジパングの尊厳が国際的に傷つけられ、濡れ衣の汚名を着せられた放置できない事件だと断じ、アルテミシアへの報復を強く主張。ジパング軍の司令部はタタラの強い主張に折れ、ついには報復攻撃案への同調へと飲まれていった。これに侵略の意図はなく、あくまで報復的措置である。かくしてジパング軍の一個歩兵師団はアルテミシアを目指して荒波を越えていった。アルテミシア北西部沿岸地域の守備を任されているネイサン・グリースと彼の部隊は、上陸するジパング軍の情報をキャッチ、ゼルツァー戦役の傷が未だ癒えぬこの大地に新たな火種が投げ落とされた。その火種は絡み合う各々の思惑を焚きつけながら、戦火が今燃え上がろうとしていた。国王陛下と大佐が亡くなっただなんて、俺にはまだ信じられない。リンドバーグ大佐と国王陛下はきっとまだ生きていて、どこかで救出を待っているはずだ。そうだ、きっとどこかで国境沿岸を守る部隊として、俺は国王陛下と大佐の乗っていた機体を探さなければ。海ならきっと不時着し、海岸ならばどこかの入り江に退避して俺たちが発見するのを待っているに違いない。
隊長、偵察隊より報告。海岸付近に正体不明の信号を受信。まさかリンドバーグ大佐の機体が流れ着いたのか。こちらからの呼びかけに応答がありません。距離徐々に迫っています。漂着あるいは接岸するものと思われます。第一種警戒警報、呼び続けろ。俺もすぐに司令部へ行く。今日の勝負が視界と通信を邪魔しているな。クソ、どうかリンドバーグ大佐であってくれ。応答せよ。繰り返す。所属を言え。やはり応答がない。所属不明の部隊とみなし応戦態勢を取る。各部隊は戦闘配置につけ。はっ。こちらはアルテミシア第一師団、ネイサン・グリース少尉。所属不明部隊に次ぐ。停止せよ。これは警告ではない、命令だ。前進はアルテミシアへの侵略とみなす。応答ありません。不明部隊前進してきます。やむを得ない。総員迎撃用意。これは訓練ではない。ここで奴らの前進を止めるんだ。了解。リンドバーグ大佐がいない今、ここは俺がやるしかない。